はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、無限地獄の第2階層のボスおのぼりクロトン、こちらをノーコンティニューでクリアして、なおかつ星をねゲットしたいと思います。おのぼりクロトンはね、基本的にはのぼせトンマンと同じなんですが強いです。結構手こずります。今回使った妖怪はね、画面の左の方に出しておきますが、勇まし系のアタッカーが4体、そしてオネムの精を入れました。人によってはね、アタッカーを3体にして回復系を入れた方がやりやすいという人もいるかもしれませんが、星をゲットするのにはね、早くクリアしないといけないので、アタッカー4体で行くことにしました。おねむはね、結構使える感じですね。眠っている間は弱点のへそが出ているので、その間にね、必殺技をへそに叩き込むというスタイルがいいと思います。まずはね、のぼせトンマンと同じようにへそ玉を倒して、どうだろう、3つぐらい倒すと多分ね、へそが出るので、そしたらまずピンを打ち込みます。そしてまたへそ玉を倒すと弱点のね、へそが開くので、その時に必殺技を叩き込むスタイルです。今おねむのせいでサボっていますよね。その時はね、弱点がもろ出しなんで、これはチャンスです。へそが出た状態でフィーバータイムに入れば一番ベストですよね。そして必殺技畳みかけます。ブシニャン、どんどん必殺技を叩き込んで、かなりゲージが少なくなってきました。もうあと一息ですね。そしたらひたすらまたへそ玉を倒して、へそが開いた時に必殺技を打ち込む、これの繰り返しですね。生ハゲ、これがね、へそが出ている状態じゃないと、いくら必殺技とかね、攻撃してもダメージがほとんど与えられないので、そこだけ注意すれば、はい、星をゲットすることができました。まあ、比較的ね、簡単にクリアできるかと思います。またこういうやり方の方がいいよとかあったら教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。